考える人がいる。俺も考えないとな。生き方について。はい、どうも、ラギです。ではっていうか、前回ですね、ヒーローモードをやって、ステージ2をクリアしたのですよ。マップのっていうか、どこだっけ？サイト2クリアしたんですけど、今回はですね、こちらの、ヒーロー装備をちょっと強化しまして、こじゃけインク効率とかアップさせてから、やりたいと思います。でね、サイト3に行くところから始まるので、今からまずは行ってみたいかなと思います。よろしくお願いします。ちょっと最近喉がガラガラになってしまいまして、まあ、生放送とかいろいろやってたのでね、結構喉が弱ってるんですけども、長生きヤングニュータウンだって。もう名前が全然違う。長生きヤング。ヤングってさ、若いって意味だよね。若い人って意味だよ。長生きの若者ってことでしょ？あっちの方、地面がツルツルになってる。なんか氷張ってるね。このサイトにおじいちゃんらしき反応はないみたい。ヤングって言ってるから、マスターシニアみたいなのいないんじゃないか。とりあえず、6000個あるのでね、もじゃもじゃを壊していこうかなと思います。俺、目標は全クリなので、あれ何もない。何もないぞ。騙されたな。あ、一応見てみるか、全体。うわー！すげえ、もじゃもじゃしてる。で、ダッシュ版が結構ありますね、今回。はい。どうしようか、どこを壊していく。あ、でもとりあえず夜間があるので、まずは夜間から行きましょう。打ち合いを制してゴールしましょう、だって。戦いかな？いきなり戦いに行くのかな？みんなもう多分、スプラ3は終わってるでしょ？ヒーローモードは。終わってるでしょ？すげえ俺ね、ノロノロやってる。なんならガチマッチもまだやってない状況なの。あ、ヒーロー装備でやるのがおすすめみたいなので、やっていこうかなって思います。さあ、やっていきましょう。打ち合いを制してゴールしましょう。撃たれるのか。あ、そういうことか。タコを、ケバイタコを、倒せってこと。別に倒さなくてもいいんだよね、こういうのって。時々スルーしちゃうんだけど、まあ、せっかく打ち合えって言うぐらいなら、俺が撃ってあげよう。はい、アーマーをまずゲットしていく。どうするか、普通に降りて戦うか。はい。ダッシュ版使わせていただきます。上から。あ、いいね。普通にね、戦いの練習になりますね、初めのうち。あ、スーパー戦士ブルーになってから、雨降らしだ。使ってみるか。はい。雨降らしは、ありがたいな。楽に倒せる。敵が楽に倒せるので。先にこういう、ここにいる子たち倒してから。よし、雨当たってるか？若干目当たってますね。あれはボムと、あ、ボムじゃない。こじゃけんさんに任せて、結局名前こじゃけさんにしました。うりぇ。しゃ。結構、サイトさんもまだまだいけますね。余裕です。あれ？ブルーの音は？あ、ブルーの音変わらないんだ。アーマー置いてあんの優しいな。てかごめん、もう本当に喉ガラガラで。この間サーモンランずっとやってたので、もう喉が弱ってまして、ちょっとは休憩したんです。お、マルチミサイル撃っていく？長い。 昔すぐ発射できたのに、プラス3になったら戻っちゃったよ。待ってね。この3匹はやられずにダメージを受けて倒す。なんか後ろありますね。いくらゲット。これは正面からじゃないと登れないか。よし、登っていきましょう。あ、待って、ゴール早い。え、早い。なんか簡単になってない？ 気のせいかな。その他、上品な。これ読めないや、俺。ちょっと額がなさすぎて読めませんでした。漢字苦手なんだよ。俺、先行、外国語の先行、中国語にしたのに漢字が読めないっていう。なんかもう、お粗末、お粗末。お粗末っていうの、こういうの。本末か。本末転倒ってやつか。あ、なんかある。おー、でも滑るね。見て。スケートできます。ちなみにスケートは僕は、ウームの事務所に行った時に、スケートリンクがあったので、ちょっと早めに行ったから、30分から1時間ぐらいずっと一人で滑ってました。やり方わからないのに一人でやってました。そしたら滑れるようになりました。本当に、成長ってするんだなって。ああいうの苦手だったので。まあ、でも、バランス力は意外とありまして。あ、やかん見つけたので、行ってきます。カーリングモブだけだって。楽しそう。そう、もう話関係ないけど、バランス力だけあって、小学生の頃から、一輪車乗れたのよ。お父さんが一輪車買ってきて。
お前はこれ乗れと。自転車すらあんまり乗ったことない俺に、一輪車をまず強要してくるという。あ、カーリングボムだけ、そういうことか。え、どういうこと？え？そんなことある？ひどくない？あ、もしかしてこっち？あ、違うわ。どういうこと？あ、カーリングボムを置いて、開いて、あれ？え、なに？いきなりわかんないんですけど。ちょっと！ねえ、いきなりできないんですけど、なにこれ？カーリングボム無理だ。え、これなにこれ？あれ壊すんだ、普通に。なんで俺あれ行こうとしちゃったんだ。普通に行こうとして行けなくなってたよ。これ何？あ、チェックポイントか。で、このもカーリング？あ、カイジ落ちるな。カイジと一緒。ういー。あれ、ブレイブメンロードですね。カイジの。あ、次こっちだ。なんかこれ面白いね。これ下に落とすの？いや、違うな。跳ね返すのか。で、惜しい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 。これ、ピン、あれだ。モンストやってる人は得そう。はい。いけ。入った。入った入った入った、できたできた。面白い。待って、カーリングボムのこの遊びすげえ面白い。これは時間が、タイミングですね。ここか？あー、ダメだ。ここ。あ、ダメか。難しい。どのタイミングなんだろう。ここかな。あ、ダメだ。直接前が見えるタイミング、ここか？あ、いけそう、いけそう、いけそう。いけ。よーし！意外と難しい。さあ、あと2個ぐらいになったかな。これはなんだ？ 1 回でクリアすればいいのか？ 1 回でクリアすればいい？バン。あ、全部。なるほどね。全部一気にじゃなくてもいいんだ。じゃ、タイミングよく、真ん中で爆発させるってことか。おい、うまい。まあまあ、一個ちょっとミスってしまいましたけども、いいんじゃないでしょうか。これ飛ばすのかな？ほい、飛んでけ。いた。あれ、ちょろい。あら、でも行かなかった。あとちょっとかな。これ届く？あとだけ、オッケーオッケーオッケー。普通に届くやんけ。よし、ちょろいですね。でも、カーリングボムのこの遊び面白い。え、このステージ以外にもさ、カーリングボム使うのってあるのかな？普通に普通にヒーローモードめちゃくちゃ面白くなってない。前ただただねやっていくだけだったんだけど、今回ミニゲーム要素というか、まあ、ちょっと楽しめる要素がねありますね。オクトエキスパンションみたいだな。普通にスプラトゥーンのパズルゲーム、こういう謎解きゲームとか出せばね面白いかなと思うんですけど、なんか落ちてる。これ上には登れない。あ、これ乗ってみる。もう滑る、待って、滑る滑る、もじゃもじゃになっちゃう、もじゃもじゃになっちゃう、危ない、もじゃもじゃになっちゃう。危ない危ない危ない。ちょっとこれ滑るの嫌だな。あ、なんかある。あ、煮干しさんゲット、やった。やばいやばい、やばい、危ない危ない。ちょっと、ちょっと、あ、なんかある。どうしたどうした、こっち、ここが。サンキュー。何もないやんけ。ああ、いくらだけ入ってたんだ。いくらだけ入ってるとか別に言わなくていいよ。トリュフを探す豚じゃないんだから。はい。いくらばっかですね。なんか、ロッカーとかにあるね、置物とか手に入れられたらいいんですけど。あれは届くか？ああ、小鮭さんごめん。ちょっとジャンプしていこうか。はい、400円。ちょっとね、いくらだけはね、溜まってるので、使っていきたいんですけど。はい。これできるかな今。はい。あ、待って。それは、300円クリアしないと。タコジャケやって、こっち飛びたい、飛び、やべ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 。飛んだ。あ、待って。待って。それ、待って。登れない、登れない、登れない、登れない。登れない、待って、待って。壊さなきゃ。はい、はい。で、次は？こっちか。ジャンプで行けと。次、次、次、次。あ、待って。行けない、行けない。何か、早く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 、あ、いっちゃういっちゃういっちゃう、危ない、ギリ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 、先にもう壊しとくか。で、これ壊して、バルーン壊して、次次次次。あー危ない。あ、これ壊しといて、あと1個届くか。
届くか？届け。よし。よし、よし、OK、OK、OK、これ、当てて、しっかり当てて。はい。ああもじゃもじゃになっちゃう！もじゃもじゃ、介護の一個もじゃもじゃになっちゃった。一回やっぱもじゃもじゃを、なくしてからなんだ。ちょっと早すぎたか、行くのが。結構もじゃもじゃ多いからなぁ。もじゃ、ケバインクか。俺もじゃもじゃって言っちゃうわ。あ、800円。800円クリア。よし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 。これレコードか？あ、やっぱレコードだ。レコードの近くにあるのってさ、大体レコードですよね。よし。で、これも壊して。よし、イクラもゲット。ちょっと待ってね。これはさ、夜間、開けてないと飛べないのか。一応、夜間はあるけど。これ開けたら逆に出るのかな？ちょっと実験してみていい？開けたんですけど、出た、7番出た。なるほど。1から、何番まであるんだろう。まあ、ね、一応開けとくか、飛べるので。飛べるので開けときましょう。で、これはなんだ？いくらか？いくらだね。2000円。次のサイト行けるのか、2000円払えば。次の道か。はい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 。でもまあ、多くえ、こっちでも行ける？待って、2箇所行けるぞ、今回。好きな方行けるってこと？なんだ、片道でもいいってことかな？片道切符でもいいのかな？ちょっと両方行かないといけないんだけど。まあ、とりあえずこのステージをやっていきますか。え、500払っといて、あ、もういくらがないや。稼がなきゃ。金がなくなりました。早いな。あ、ほんとだ。2箇所に分かれてるね。上のマップ見るとね。左から行くのが順当なのかな。とりあえず、じゃあおすすめのスプラッシュシューターの方を使っていきましょう。かかるいくら20いくらってのもいいですよ。インクレールを使ってゴール。これはね、ライドレールみたいにこう、上に乗れないやつですね。ほら。ちゃんと、乗っていかないといけない。あ、これ面白そう。ジャンプ、ジャンプ。うい。これ面白い。こんなんあれでないぞ。スプラトゥーンの本家でないぞ。おお、タイミング良い。タイミング良くて、これは両方やっとくと、好きな方に、一回か、待って、一回解除して、ここで寝る。オッケー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 。ああ、楽しいけど難しい。こういうことか。タイミング大事じゃないこれ。待って。止まれるので、ライドレールと違って止まれるので、しっかりタイミング見ていきます。うぇーい！当たったけど生きてた。今は当たったけど生きていた。よし！チェックポイント！これボム投げるのかな？よし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 。右からはタコゾネス。いや、タコのピンクが打ってくるので、左のにもなし。タコの方行きますか。はい。しっかり避けて、箱壊していきましょう。アーマーか？アーマーとかないね、全然。じゃあ正面か。最初からこっち行けば普通に行けたのか。左の道はあって、右の道もある。まあ、ボム投げときましょうか、両方に。はい。それで左行って、ボム投げて、道を作っていこう。はい。で、これはこっち繋がってるで、結局ここに戻ってくる形なんだ。なんで道を2個作った？一方通行でいいじゃろう。危なーい！オッケー！今よく見えてたでしょ？一回でよく見えてたでしょ？で、これで、今危なかったな。あ、危ない！これは器用な人ほど、クリアできる気がします。タイミング見ましょう。タイミング見ましょう。あ、これ止まると撃たれる。ちょ、待って、止ま、やばい！てか普通にダメージ食らった。やばい！止まるな！止まるな！いや、遅い遅い遅い。はい、やっと早くなった。だけど止まらずに行きたい。オッケー。次は正面だな。次は正面で当たらずに行きたいんですけど。あ、普通に裏から行けんじゃん。何やってんだ君たち。なんで攻撃してくるんだ。よし。あー、普通にゴールある。意外と簡単だぞ。おかしいな。もっと難しいなーとは思ってたんですけど、意外と簡単。ありがとうございました。余裕っすね。余裕のよっちゃんですね。さあ、次は夜間を、目の前の夜間やるか。このまま夜間やりましょう。あそこの。あの夜間をやりましょう。ここ。お、こじゃけが動いてる。何かあんのか、そこに。これ何かあんのか？違うな、外、自分で落ちてった。何やってんの？何やってんの？
あ、ここ、ここ、ここ。塗りホイールを使ってゴールって言ってんだけど、俺塗りホイールって何かわかんないんだよね。教えてもらってもいいですか、塗りホイール。見てる皆さん、動画に大きな声で塗りホイールって言ってもらってもいいですか。せーの。塗りホイール。多分やってる人は世界に今俺だけなんだろうな。これか！これ塗りホイールって言うんだ。へぇー。これ使って、壁作るのか、壁作って。でも壁作んなくてもいいけどね。はい。ほんと猫マリオだ、これ猫マリオ。マリオであるよ。絶対マリオから、なんか、要素取ってきたんだろうな。あ、これ塗りホイール。いいね、塗りホイール。おぉ、道ができた！何すんの、塗りホイール？で、正面か。これ、ちゃんとレールを敷いていくのがいいですね。で、アーマー使って、塗りホイール使って。はい、塗りホイール。これはあれか、縦にしてるだけか。じゃ、左側行って、これ割ってみよう。何もない。とりあえず、小ジャケを。お、鳥に、小ジャケごめんね。小ジャケを撃つな！小ジャケを撃つな！うちの小ジャケさんを撃つな！小ジャケさん、こっち。こっち、こっち、こっち、壊しといて。よろしく、頼む。で、正面行くのかな？はい。塗りホイールで塗って、これやる必要あんのかな？まあ、でもずっと打ち続ければいいのか。当たるまでは続くのか。なるほど。で、これで、破壊してから、縦破壊してから、なるほどね。塗りホイール、これから使っていこう。なにこれ。あ、オッケーオッケーオッケー、登って、とりあえず塗りホイールの方行けばいいんじゃない？塗り、ホイール、オッケー。次、塗り、ホイール、待って、なんかいる。なんかいた。塗り、ホイール、よし。ホイール。よし、タイミング合ってるよ。順番合ってるよ。いいよ。塗り、ホイール。うわ、なんかいる。びっくりした。塗りホイールいった？うわ、危ない。もう塗りホイールいらないな。倒さなきゃ。チャージャー軍団。オッケー。チャージャー二人で行ったら、なんかあれが弱いぞ。すぐ近くでやられちゃうぞ。近くがないんだ。で、結局何がな？イクラちゃんか。イクラちゃん取れて、あ、取れてないけど、イクラちゃん取ってきて。え、イクラちゃん取ってきて。イクラちゃん取って。え、イクラちゃん取れないの？これ出て取るの？これだ。あれ？あ、待って、なんか塗りホイールある。なるほど。すげえ、塗りホイールすげえ。これ取らないといけないんだ。はい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 。これはイクラでいいのかな？イクラじゃない。鮭でいいんだ。おー、おー、道ができた。我が道。我が道を行く。よし。このステージも。なんかちょろくね？これなんか前のステージ、難しかったと思うんだけど。意外とちょろいな。でも、楽しいよ。今度難しいステージだけ選抜して、なんかやってみようかな。しゃあ。どうする？次どうする？あ、一応モジャオさん倒しとくか、これ。ケバインクを壊しといて、さっきのね、バルーンやりたいですもんね。これ壊して、あ、置物ゲットやった。これを望んでいた。俺はこれをずっと望んでいた。これはさ、壊してさ、いくらだと普通にジャンプでいくか。で、これ壊そう。100円。で、あっち行きたいな。行けるかな？届くかな？あ、届いた。さあ、そしてミステリーファイルの間をゲットしまして、いいですね。これは今度一緒に見ていきましょう。はい、400。ナイス。で、行こう。オッケー。で、これやったやつなんだけど、まだやってないのは、あれか、正面の夜間。この夜間、あー、滑る。滑る滑る。この夜間やってないですね。やりますか。なんか今回、ボスいないのかな？ボスいなそうだな。前は、撃つほど戦ったから、多分、風花ちゃんと、もしかしたらね、あれ、風花だっけ？風子だっけ？風子か。やべ、わかんねえ。わかんねえ。エイさんとも戦うのかな？もうそろそろフェスも近づいてるんですね。はい。僕はエイさんチームにしました。やばい、いつ、俺が、このゲームやってるのかバレてしまう。なんか飛んできてる！気持ち悪い！うおー！なんか画期的なんだけど、バンカラって感じしないぞ。
すげえ、タコの。これ当たんないように行こうか。ひー、当たんないで行こう。ひー、ひー、あー、あなんか正面にいた。なんだあいつは。なんだったんだあいつは、ほんとに。あ、あーまあまあ。うっ、タイミング。いや、落ちたらまた最初からなっちゃうの嫌なので、しっかりクリアしていこう。正面なんかいるんだよね。うれ、小邪気に任せよう。てか、これ倒せるよね。倒せるやんけ。あー、危ない。よしよし、小邪気ナイス。小邪気さんマジで有能ですね。今回の小邪気は仲間なんですけど、サーモンでは僕はボコボコにされました、小邪気に。この間サーモンの小邪気は苦手です。ちょっと毛嫌いしてます。怖くて痛いです。普通にグリルから出てくる小邪気とかとても多くて、まあサーモンらやらない人ではわからないんですけどね。ごめんなさいね。はい。てかもうゴールあるんですけど、右側別に行けるわけでもない。あ、行けないじゃん。これ下行くのか。こういうことか。え、待って、ぐるぐるしてるだけじゃね。あれ、ゴールがない。ゴールないぞ。どこなんだろう。あ、ここ登れるじゃん。ここ登れる。あ、でも戻ってくるだけだ。あれ、この上にはどうやって行くのかな。何か後ろから行けんのかな。ちょっと壊してみるか。何かあるわけでもないよね。謎解きだ。どうなってんだ。あれ、なんか動かなくなった。あ、動いた。え、これ乗るの、これ。あ、乗れた。ね、なんか乗れたよ。なんか乗れた。ねえ。俺、どっか連れてかれてる。どこ行くの。あ、なんか正面から来た。あ、てか、あっちになんか道ある。道あるぞ。合ってんのかな。なんか、道ないからどうしようかなと思ったんですけど、合ってました。うわぁ、これ道壊しとこう。やった。じゃ、君もありがとうね。ありがとうね、本当に。さあ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 。なるほど、こういう道だったんだね。てか、すごいな。画期的だな、マジで。マリオみたいになってる。これ登れる？登れるじゃん。上から行くか。登れる。あーあーああ、すごい。箱だらけ。よし、アサリゲットして。で、もう一個、うお、はいはいはい。ああ、まあ、壊されちゃった。スーパー星人ブルーが。次乗るのかな？倒して、はい、乗ります。で、正面のやつ壊されないように、打ち続けていきますか。はい。はい、壊しますよ。別にいくら上がってに入るわけでもないからな。はい。おー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 、全部打つわけ必要ないんだけど。あ、ここで降りなきゃじゃね。そろそろ。オッケー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 。難しいね。難しいが面白いね。体育、ん？大空に住まう私は自由をかける鳥。これ意外とヒントになってるな。タイトルがヒントになってやがるぞ。次は、もう夜間ないのかな？ちょっと見てみよっか。ちょっと見てみますね。1、2、3、4、7、5、6!5、6はあるのは確定してる。あと2個あるのは確定してます。あ、あっちにあるじゃん。とりあえずこれ壊しといて。壊せるの壊しときましょうか。100円だ。安い。あ、小邪気さんごめんなさい。ちょ、落ちちゃいました。で、これも壊しといて。はい。あ、ミシル入る。間の来た。8番。手に入りました。いいですね。なんか、今、小邪気の秘密が書いてあったかもしれないけど、俺、あえて見ない。あえて見ないぞ。今度一気に見よう。楽しみにしてました。あ、ゴールドディスク。やっぱまた、このディスクの近くにあるのかな。で、ここも壊して、いっぱいありますね。置物だ！やったー！コンテナゲットー。で、まだ開けてない夜間もありますね。これ何番なんだろう？これ6番か。8番、9番とかあんのかな？気になるとこなんだけど。よし。てか今回武器めちゃくちゃあるんだけど、ボトルガイザー。これあのサブチャンネルに上げる動画がどんどん増えていくんだけど。これ武器がありすぎて。時間あるときにやろう。で、時間内に的だって。これ全部壊すってこと？はい。はい。
はいはい。はいはいはい。おお、難しい難しい。一応射程長いので、なんとかなってるけど。はいはいはい。待て待て待て、はい待て、こっち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 、これボトルガイザーの連射力使って、はい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 、正面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 、うおー、中中ドレイン中中ドレイン中中ドレインさ、懐かしい中中ドレイン、インクないインクないインクない、インクないインクない、次次次次、インクがどんどんなくなっていくよ、なんか中中ドレイン、こっち千手観音みたいになってる、千手観音来た、千手観音、あー終わった、早っおい、簡単だぞ。これさ、簡単だな。舐められてるぞ。俺一応スプラトゥーン2で腕前 X まで行ってるからね、全部のルール。悪いけど。舐められてんじゃないの？ねえ。舐められてませんか？まあいいだろう。次はどうしようか。あ、そこに、ヘバいのがあるので、行っといて。はい。こちらもゲット回収して。これは違うな。ここにもケバケバインクあるから。あ、なんか、こちゃけが言ってる。ありそうですね、あそこ。ちょっと行ってみましょうか。あと、あれだ、そうだ。あれやらなきゃ。これこれこれ。これやらんと。さっき失敗したけど、これやらん。あ、ここにやかんあるじゃん。後で行かなきゃ。あああ、待って待って、なー、ケバインク二回目失敗いたしました。難しい。ちょっとここのケバイの壊しときますか。4001はあるのにね。落ちてた。ごめんね、こじゃけ。ごめんね。はい、オッケー。あ、ここにあるじゃん。イエーイ、カードパックなんかレアが出るといいですね。後で引きましょう。ま、動画では引かないけどね。カードパック。あ、なんか隠し、ケバケバあるよ。何かありそうじゃない？置物だ！よしよしよし。こういうのね、大事ですよね、置物。なんか全部ね、集めたくなりますよね、コレクションで。ない時にね、困るし。あれ、どこにあったんだろうって、なるので。とりあえず、夜間から行こうかな。はい。うわ、また武器3つあるよ、もう。これ全部やんなきゃいけないの？ちょっと。大変ですよ。カーリングブームみたいに1個でいいじゃないですか。おすすめパブルだ。今回何やんの？ごめん、タイトル見忘れた。的を全て壊したでしょ。的だ。的どこにあんの？あ、そういうことか。こういうことか。これをパブロで壊して、これパブロの振りはね、早いって定評があるんですよ。はい。1個伸ばした。おい、オッケー。高いとこきついな。で、インクがなくなる。インクがどんどんなくなる。インクが厳しい。ちょっと待って、あと何個、あと何個、あと70個って書いてある。これ取りたくね、ちょ、これ取りたくね、70個。インク出ない、インク出ない、インク出ない。オッケーオッケーオッケー、次来てる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 。次来てる、オッケーオッケーオッケー。あと3個、あと3個、あと3個、これだけだ。終わり？うるえ、これ、あ、ちょっとインクなくなった。めっちゃ早いのに。よし。でも時間制限別になかったからね。時間かければできます。まあ、1分以内にできたな。一番変じゃないか。これは簡単だ。ありがとうございました。時代に流さらない特別をいつも大切にしたい。どういうことを僕らに伝えたいんだろう。時代に流されるなってことは、スプラトゥーン3をやるなってことじゃないか。今、スプラ3すごい人気でしょ。ね、本当に嬉しいんですよね。このゲーム、もう、ごめん、語っちゃうわ。このゲーム出てさ、俺2も好きだったけどさ、やっぱり自分がやってるゲームってさ、みんながやってるわけじゃないじゃん。でも3になった瞬間さ、やってない人がやってくれるわけじゃん。話題になってるからってのもあるけど。まあ、みんなどんどんいなくなっちゃうけどさ、もう飽きたりさ、このゲームいいやって、別のゲーム面白いし、面白い時もあるし、そっちやろうかなって思う人もいるから、なんか、ね、そっちに行っちゃう人もいるかもしんない。残されるのは俺だけかもしれないけど、もう自分が好きなものを認められるっていうのはいいですよね。やっぱ、自分が好きなものを好きになってほしいっていう。あー、こじゃけごめんね、なんか話してたら落ちちゃった。300インク使いまーす。お、これあれじゃね？やったー、フードチケットゲットー。さらに、こちらも。
壊させていただきます。多分、夜間あと1個ぐらいあると思うんだけどな。で、なんでこれだけ自分から水に落ちてっちゃうの？危ないよ。水が好きなのかな？あ、なんかある。ミステリーファイルとかあるか？煮干しだ。オッケー。ケバインくんもうないんじゃねえって疑惑なんだけど。夜間全部クリアした？ 1,2,3,4,5,6,7。 ね、このステージ終わったよ？みんな終わったよ？ あと、あれじゃね？青いやつやるだけじゃね？あの、バルーン壊すだけじゃね？終わったけど。終わったんだけど。あと、ケバエンカあったら壊したいけどさ。あ、待って。待って、またさっきになっちゃった。ちょっと待って、戻って、戻って、戻って。こじゃけ、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 こじゃけ。こじゃけ、頼む、それ。やって！お願い、お願い、お願い。ナイスー！はーい！ちょっと早く行き過ぎたね。早く行き過ぎた。はい、はい。これ先ほど失敗したやつなんで、しっかりクリアしていきましょう。はい。で、今度こっちか。壊して、壊して、また壊し。で、こちらの、青のバルーンも壊させていただきまーす。はい。このまま連続で、2個壊させていただきますよ。あ、高い。高い、高い、高い、高い。高いです。あ、これしっかり壊さないと。おい！おい！戻ってく、戻ってく。1、2、3、素晴らしい。最後、オッケー。あ、ミステリーファイルだ。え、待って。待って、11番なんだけど、間になんかある？え、撃つ方のやつじゃん。もう後で見よう。え、ちょっと待って。あと1個ミステリーファイルありそうじゃね？探せてないとこあんのかな？間に1個あるってすげえ気持ち悪いな。あれがなければクリアだと思ってたんだけど。え、あんのかな？他に。ケバインクもしくはミステリーファイルがあるかもしれない。埋まってる可能性もあるから、こじゃけさん使おっか。こっちにはない。こっちは。あ、自分から落ちてた。なんかごめんね。ちょっとこじゃけいっぱい置いていきますか。じゃあ。はい。あ。ある？あ、なんかあった。ああ、いくらか。なんかあるわけでもない。落ちてた。このさ、柱の上とかあんのかな？これでいけんの？あ、いける。あ、いける。でもなんかあるわけではないですね。で、濡れるわけでもないね。やかん、これやったやつだよね。いや、もじゃもじゃもないんだけども。ね、ミステリーファイルが1個足りない。めっちゃ気になる。あ、待って、ここにあんじゃん。君もやらなきゃいけないのか。もしかしてこれか？おー、オーケー。次あっち、次あっち。今回なんか新しい要素が。おそうそうそう、早く早く早く、早く、早く。次は？さあ、次あっち、次あっち、次あっち。はい、はい、1、2、3と、エイムが難しいね。次、こっちか。1、2、3、はい。で、戻って、今度こっち。あ、このためにあるんだ、このダッシュ版って。はい。次は？次、これ乗れてるから。乗らないといけないんだ。これ、これ、これ。はい、戻って。1、2、3、4、5。はい、エイムいいよ。で、最後の1個かな？やったー！これだ！これだったんだ！最後の1つは。うわー！なにこれ？ふうか、ふうこだけ、ふうかだけ、俺もう名前も忘れちゃった。でもこれ、モデルとなった、サメだね。何サメなのこれ。サメタコって書いてあるけど。かっこいい。でもこれ後で見よう。これ一応、見た感じないね。ミステリーファイルは、全部、クリアしたのかな。じゃあ大丈夫だ。あとじゃあ最後にあの赤い、バルーンだけでも壊しておきましょうか。え、なんか今回のヒーローステージ簡単でしたね。早かったですね。1時間ぐらいやるもんかなって勝手に思ってたんですけど。まあ、そんなこともなくできました。ウェーイ。ウェイナイス。多分ね、残されているのが、この、他の武器。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10個。なんなら今7個やってるんだけど、今より多いわ。これ全部、サブアカで。これ全部俺サブアカでやらなきゃいけないのか。やるか。全部の武器、ちょっとサブチャンネルを使って、やっていきたいと思います。
はい、ということで、今回はこのくらいにしていきたいと思います。斉藤さんでした。次はサイト4のルート行こうと思ってます。はい、ありがとうございました。また見てください。